はい、それでは、ジュニアレベル、優勝者の、カルティク・ナラシバンさんの、表彰を始めます。はい、ジュニアレベル優勝、カルティク・ナラシバン様、あなたは2022年 BNK 作文コンテストにおいて、極めて優秀な結果を残しましたので、ここに賞します。2022年8月26日、審査委員長、国際交流基金日本語アドバイザー、村上義文。それではこの後で、カルティック・ナラシバンさんの、作文を私の方がちょっと読み上げてみたいと思いますね。タイトル、日本人との会話。私、インドで住んでいますので、あまり日本人と話しかけたことはなかったのです。でも日本人と会ったことや対話した数回についてこの記事に書きます。最初はどうして日本語を学びたかったかと聞いたら、私の母国語も日本語も文法は似ているらしい。これが本当かどうか自分で勉強してみました。それがきっかけでした。多分本当だと思います。では記事の話題について今から始めます。昔モールに出かけた時、ミニソーという日本会社の文房具屋を見つけたんです。この店の店員は日本人みたいでした。喋る言語も日本語のようでした。だから最初緊張したけど、領収書をもらった時に話しかけてみました。さすが日本人でした。びっくりして日本語上手だなぁと言われました。これがとてもやる気になりました。その後もっと勉強して、たくさんの語彙のような言語の知識を持つことになりました。人生初の日本語の会話でした。それから Hello Talk っていうアプリを使ってチャットの練習をしてきています。役に立ちます。英語も教えています。このアプリのおかげでたくさんの日本人の友達ができて楽しいです。全員優しいし、会話も弾みます。お互いの趣味について話しています。いつもチャットしている友達の名前はリリです。リリさんといろいろな言語の違いについて相談しました。言語家族とか書き方とか、4つ以上のインド語もできるから言語のことに興味があるんです。それから高弘っていう方に日本語のダジャレや冗談も教えてもらっているんです。勉強になります。日本人は普段親切で上品ですね。勉強問題は何でも手伝ってくれます。そんなことをして自然な日本語が使いやすくなってきています。そんな風に学んだ単語をこの記事に使っています。でもまだ JLPT の4級だけだから頑張っていきます。将来は喋る練習もするつもりです。それに私、日本語能力試験を受けたとき、日本の方一人いました。笑顔で挨拶されました。最後に気に入った話を書きます。アメリカに行く予定で空港に行きました。日本人の観光客は迷子になったようでした。近づいて手伝いましょうかと言いました。出口と都市のことを詳しく説明してあげたから感謝をもらった。心がいい気持ちになって感動的なことになりました。以上です。こういう作文を、カルティック・ナラシバンさん書いてくれました。ナラシバンさん、本当にありがとうございます。それではですね、ナラシバンさん、ちょっと待ってね。じゃあ、奈良島さんのコメントをちょっといただきたいんですけど、まず自己紹介してもらっていいですか？はじめまして、カーティックと申します。22歳ですが、まだ高校卒業だけ。なぜかと聞いたら、実は健康が悪い、目が弱くてっていう、あと腕も慢性の痛み、特別なツールを使ってパソコンを使いたいんです。優勝したエッセイもそういうふうに書いたんです。学校のことも日本語も自分で家で勉強しているんです。全然先生がいない。1位になってからもっともっと勉強頑張りたいとやる気が湧いてきたのです。日本語能力試験にも各大問題用紙リクエストしてテストを受けたんです。でもサイズが足りなかって難しくなって、もう合格できました。将来に日本にも大学行きようと考えています。不自由でも日本で大学ができるチャンス、何か知ってれば、表彰式の後教えてもらいたいんです。
どうぞよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。すごい、先生もいないのに、それから、まあ、目もね、悪いのにね、頑張って、こんなに頑張っているのは本当に、すごいと思います。はい、最後にね、もしよかったら、日本語のダジャレって何か 言えますか？はい、枕を目の上に置いたらどうなる？枕、そう。なるほど。わ かりました。それととても面白いですね。初めて聞きました。はい、ありがとうございます。じゃあ表彰式はここまでです。じゃあここで、録画をストップします。